ブラックベリーカーブ9300はカナダの携帯電話メーカーリサーチインモーションが開発したブラックベリーシリーズのスマートフォンでブラックベリーシリーズの中でのスタンダードモデルとなる。日本では NTT ドコモよりドコモスマートフォンシリーズの端末として提供される。日本のほかアメリカ、ヨーロッパ、アジア。 号州と世界中で発売されている。2010年7月に発売されたブラックベリーボールド9700に引き続き発表された機種であるが、後継機種という扱いではない。ブラックベリーボールドシリーズは、革張りの背面や、高性細液晶や、高機能なカメラを搭載したエグゼクティブなタイプで、あるのに対し、ブラックベリーカーブシリーズは、 液晶の解像度やカメラの画素をボールドよりも落とし、価格を下げ、気軽に購入できるようにしたモデルである。そのため、米国などでは最も人気が高いシリーズと言われている。また、端末の重さも 103g と日本で発売される、スマートフォンの中では一番の軽量となる。筐体は、スタンダードなブラックベリーシリーズと同様に、クティ配列のキーボードを配した。 ストレートタイプであり、中心部には、ボールド9700と同様に、高学式トラックパッドが配され、直感的に画面操作を行うことができる。キーボードは、ブラックベリーボールド9700やボールドとは、若干異なり、キーがそれぞれ独立して配置されている。端末上部には、今までのブラックベリーシリーズになかった、音楽再生用の、戻る、再生、 停止、曲送りといったメディア再生ボタンが配されていて、コンシューマー色を高めている。パソコンにブラックベリーデスクトップソフトウェアという、同期ソフトをインストールすることで、iTunes と同期を取り、音楽を本端末にプレイリストごと取り込むことが可能となる。3G 通信機能としては、ブラックベリーボールド9700と、ほぼ同等で、フォーマプラスエリアや、 フォーマハイスピード、GSM、GPRS などに対応している。さらに NTT ドコモの国際ローミングサービスである、ワールドウィングにも対応し、海外でも利用が可能となる。Wi-Fi 機能としては、日本で発売されるブラックベリーシリーズとしては、初の IEEE802.11N に対応し 300Mbps の高速通信を利用することができる。 入力言語や表示言語が日本語の他英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロシア語、中国語、韓国語に対応する。本端末を利用するためには、これまでのブラックベリーシリーズと同様に、ブラックベリーエンタープライズサービスや、ブラックベリーインターネットサービスのどちらかを契約しないと、通話と SMS しか利用できないが、 本端末の発売日である2010年12月1日より、長期ブラックベリーサービスの利用料が、大幅に値下げされている。また同日には NTT ドコモのキャリアメールである i、i モードメールと同じアットドコモ .ne.jp ドメインを使ったメールの送受信が利用可能となる。合わせて、絵文字の送受信も可能となる。このアットドコモ .ne.jp の、 メールアドレスを利用するためには、ブラックベリーインターネットサービスと同時に、SP モードの契約が必要となるが、ISP セット割りが適用されるため、実質 SP モードの利用料は発生しない。ブラックベリーエンタープライズサービスの契約者は、SP モードを利用することはできない。ただ SP モードの契約をしなくても、ブラックベリーインターネットサービスを契約すれば、 ドコモ .blackberry.com ドメインのメールアドレスが付与され、リアルタイムプッシュのメールの送受信を行うことが可能となる。またその他に、通常のポップや imap に対応したインターネットサービスプロバイダのメールアドレスや、g メールホットメールヤフーメールリバドールメール、g ーメ m ル a i l といったウェブメールも、プッシュメールで送受信が可能となる。 メッセンジャー機能も従来通り利用が可能であり、ブラックベリーメッセンジャーがプリインストールされる。その他に、Google トーク、Windows Live メッセンジャープリインストール、またはインストール用ショートカットが用意されている。メッセージが着信すると、着信音やバイブレーター、LED 通知で着信を知らせてくれる。ブラウザは、ブラックベリー標準のブラウザが搭載されている。 その他にオペラミニなどのサードパティのブラウザをインストールし利用することが可能となる。その他に Google との結びつきが強く、Gmail などがリアルタイムでプッシュ着信したり、Google シンク用アプリケーションを使って、ブラックベリーのアドレス帳やカレンダーを Google カレンダーや連絡先と同期を取ることができる。アプリケーションはメーラーやブラウザ、カレンダー、メッセンジャー、 アドレス帳の他に様々なサイトからダウンロードして利用することが可能となる。また RIM 社が展開しているブラックベリーアップワールドと言われるブラックベリーのアプリポータルアプリケーションがプリインストールされる。ここでは有料、無料合わせて1万を超えるアプリケーションが公開されている。その他にドコモアプリケーションサイト。 アプリケーションセンターというアプリケーションダウンロード用のツールがプリインストールされている。前者がワールドワイドなアプリケーション、後者が日本語先端のアプリケーションサイトと言える。これらのアプリケーションポータルから様々なアプリケーションをダウンロードし端末をカスタマイズすることが可能となる。その他にサードパーティーのアプリケーションポータルや サイトから自由にアプリケーションやテーマをダウンロードし、インストールが可能となる。ありがとうございます。